ワンペンプラザ・ペンシルベニア・プラザ、またはペンプラザはニューヨークシマンハッタンのペンシルベニア駅一帯のオフィス、エンターテイメント、そしてホテルが集まる複合施設である。正確には31丁目と34丁目、7番街と8番街に囲まれたエリアである。都市間鉄道と近郊鉄道のメインターミナルであるペンシルベニア駅やスポーツコンサートのメインアリーナである。 マディソンスクエアガーデンが所在していることや、すぐ近くにメーシーズなどの繁華街が発達していることから、このエリアは多くの人でごった返している。ペンプラザ複合施設の開発は、ニューヨーク市の都市開発の中で最も議論を呼んだものの一つである。これは、1963年に、 マディソンスクエアガーデンの新しい建物の開発のためにニューヨークを代表する荘厳なボザール様式の歴史建築物であった初代のペンシルベニア駅を解体したためである。この再開発は商業主義、娯楽主義による歴史建造物破壊とみなされている。この後、ニューヨーク市では歴史建造物保護の機運が高まり、グランドセントラル駅の解体計画は 反対運動によって阻止された。14ペンプラザその他のビル、正式な住所とともにペンプラザの住所も持つビルの番地は不規則な順番で割り振られている。EN、コンピュアや及び EN、マグロのオフィスがペンプラザ内に置かれている。ありがとうございます。